アダルトスイム、アダルトスイム、アダルトスイムはアメリカ合衆国のカートゥーンネットワークで大人向けに番組を編成するために設定した放送時間帯の名称である。放送時間は、総じてカートゥーンネットワークの深夜から未明にかけてで番組はオリジナル作品のほか、新時系と化された作品や日本のアニメ作品などが挙げられる。 カートゥーンネットワークで日中に放送される子供向け番組とは対照的にこれらの作品は18歳以上の視聴者向けとしている。アダルトスイムアが全体の形成をしている。アダルトスイムア2001年9月2日にホームムービーズを放送してカートゥーンネットワークのスピンオフとして発足した。最初に本格的に放送されたアニメ作品はカウボーイビバップである。 2005年3月28日、カートゥーンネットワークを有するターナーブロードキャスティングは、ニールセンメディアリサーチのレーティング調査でチャンネルを区別して扱いやすいように、カートゥーンネットワークからアダルトスイム枠を分割した。アダルトスイムの番組のいくつかは、広告収入によって賄われるインターネット無料、ビデオサービス、アダルトスイムビデオをして、オンデマンドで見ることができる。 当初は日曜日のみの区分で放送がされ、木曜日に再放送がされていた。以下のように放送された。2014年初頭、カートゥーンネットワークは、アダルトスイムの人気の高さと視聴率の高さから、放送枠を、毎日夜の8時から翌朝6時までに拡大した。これより、前の2012年、カートゥーンネットワークは、トナミを、日本のアニメに重きを置いた土曜深夜の、 放送枠として再出発させた。2015年2月視聴率不振を理由にアダルトスイムは東南と共に枠が縮小された。土曜日の午後11時半から日曜日朝6時までの6時間半分の放送枠はその半分に当たる土曜日午前12時から日々午前3時半までに短縮された。6時間半の枠のうち日曜日朝6時までの後半部分は 昔の番組の再放送で、このうち、カウボーイビバップと、広角機動隊 SAC は十数年にわたって、再放送を繰り返してきたが、2015年の再編により放送を終えた。しかし、最近では新作アニメなどのラインナップが豊富になり、現在では、土曜午後9時から、日曜日の午前4時までと、枠を拡大しつつある。ターナーブロードキャスティングシステムは、 2007年1月31日にボストンで起こした爆弾騒動をゲリラマーケティングについての謝罪文を発表したターナーブロードキャスティングからボストングローブ市へ送られた電子メールは下記の通り1月31日ボストン市警とマサチューセッツ州警察はボストンで怪しい包みを見たという複数の通報を受けて駆けつけた2007年2月1日ボストン当局は この騒動に関わった二人の男性を逮捕。CNN によると、同州アーリントン出身のフリーランスのビデオ作家、ピーター・バードブスキーとショーン・スティーブンスは、パニックを煽るような悪ふざけは、無法な行為に等しいとして、罰金を払うように言い渡された。2月5日、ターナーブロードキャスティングとマーケティング会社のインターフェアランス社は、 賠償金として200万ドルを支払うことを発表した内訳、ロストン市へ100万ドル、事前事業団体へ100万ドル。4日後の2月9日、カートゥーンネットワークの CEO ジムサンプルズが辞職した。当初、番組とコマーシャルの間に放送される CM は、市民プールで監視員が、子供の皆さんはプールから出てくださいとメガホンで呼びかける中、老人たちが泳いだり、 食事をとったり、運動をしたり、プールに関した行動をとる一連の映像だった。アダルトスイムのロゴはすべて大文字で静止した前日の映像の後に映された。土曜日にはコンピューター合成の声のナレーションがあった。土曜日枠が2002年に始まった際、放送枠の中に様々なアニメの一部分が入った。アダルトスイムのオリジナルテーマ曲は、 ラテンジャズミュージシャンのティトプエンテの楽曲、マン、ガレゴメルボルンのミュージシャン、ダストデビルがリミックスした D コードだった。2003年1月12日、アダルトスイムのキャラクターによるアニメーションの安全マニュアルの映像が老人たちの映像にとって変わった。ロゴも黄色い半影、薄い影と黒い丸をバックにした赤字のアダルトスイムの文字に変わった。 現在のコマーシャルバンパーは2003年5月25日に初めて流れたもので黒い背景に白い文字が入った幕イカードである。このカードは番組のお知らせから番組とは全く関係のないスタッフの個人的な意見などが含まれる。それに加えてアクション番組のお知らせでは日本のティルトシフト模型風撮影写真や抽象的な写真がしばしばイエスタデイズニュー。 クインテットのビデオクリップと共に使われることがある。番組が放送されていない時間帯にファンが見られるようにするために2005年9月16日 ADULTSWIM.COM は Web を元にしたビデオ配信サービスフライデーナイトフィックスをはじめ当初はアダルトスイムで平日に放送されている時間帯の金曜日しか利用できなかった。 アダルトスイムは、古今のコメディ作品を連続で繰り返し放送する。毎週金曜日の午後6時に更新され、アメリカでしか視聴できない。このネットワークは、トーナミやミグジを作ったウィリアムズ・ストリート・スタジオによって編集されており、大人向けのアメリカ製、アニメシリーズや単発作品から、日本のアニメシリーズ、OVA、映画などで幅広く構成されている。 アダルトスイムの宣伝は視聴者の多くを占める大学生から20代、30代をターゲットにしている。2004年9月1日付、プロモーシによるとアダルトスイムのラインナップの宣伝として全米の第30校を回って学生寮の部屋にポスターを配布するなどの活動を行った。初期はカウボーイビバップをはじめとする日本のアニメ作品の放送が多かったが、 2000年代半ばから日本のアニメの割合が減った。それでも完全に日本のアニメの放送から撤退したわけではなく、2013年にはソードアート、オンラインが2014年1月にはスペースダンディがそれぞれこの放送枠で放送された。2014年の時点においてベーシックチャンネル全体における18から34歳層の視聴率は 前年比で14%の下落があった一方、アダルトスイムは視聴率の変動がなかった。スペースゴーストコーストツーコーストのスピンオフ作品。アダルトスイムは2005年にアクアティーンハンガーフォース、スペースゴーストコーストツーコースト、ザブラックショー、シーラボ2021を元にしたテレビゲームを開発すためにミッドウェイゲームズと提携した。アクアティーンハンガーフォースを元にした。 ゲーム、アクアティンハンガーホースゾンビ忍者プロアムは2007年2月5日に、プレイステーションに用ソフトとして売り出された。このゲームは、格闘ゲームやゴルフゲームと同じレーンのゴルフゲームである。また、ハーベイ・バードマンやトーニー・アトローを元にした、プレイステーションに、PS、p s p ウィン用ゲームがカップコンから売り出された。アダルトスイムは、インディーズレイベルであるストーンズスロー。 レコーズとも契約を結んでいる。多くの広告やパッケージングには、マドリブ、オーノー、ジェイディラ、サイケ折り紙といったミュージシャンの音楽が使われている。2006年、ストーンズスローとアダルトスイムは、クロームチルドレンという共同制作アルバムを作り出した。多様なイレクトロニックミュージックはしばしば、ボード・オブ・カナダや、クリス・クラーク、ジャクソンヒズ・コンピュータバンドといった。 ワープレコーズ所属のアーティストの楽曲を使用している。さらに、ニューヨークにあるノームレックスレーベルからは、マシンドラムの楽曲が使用されている。このネットワークは、プロデューサーデンジャーマウスとラッパー MF ルームのコラボである、デンジャードームと初期のスタジオ LP、マウスマスクにも参加していた。2006年、アダルトスイムとチョコレートインダストリーズは、無料で、 ダウンロードできるチョコレートスイムをリリースした。同じ年の5月、アダルトスイムは似たような方式で、ウォームスクラッチーという様々なレーベルやサブジャンルのインディーズロックバンドを中心に集めたアルバムを出した。2007年半ば、アダルトスイムはケーブルテレビのプロバイダーにビデオオンデマンドのチャンネルを設けた。コメディ作品は、 アダルトスイムのオリジナル作品からいくつかの話がある。一方、アクション作品は、バンダイエンターテイメントや、ジェネオン、ビスメディアのアニメシリーズや映画が配信されており、テレビ放送されていないものもある。スクライドは2005年に、テレビで、本放送される前に、ビデオオンデマンドで配信された。アクアティーンハンガーホースや、ザベンチャーブラザーズといった、人気作は iTunes で購入できる。 さらに2006年9月22日からアダルトスイムの番組のいくつかは XBOX ライブビデオマーカってプレイスで購入することができる。アダルトスイムは2006年3月21日から9月19日までアップル社の iTunes でビデオポッドキャストを配信した。内容は番組の舞台裏や西部ドバイ、ベルのデニス・ハスキンズへのインタビューや メタロカリプスのブレンドン・スモールとトミー・ブラッチャーの観察など限られたものだった。このポッドキャストは iTunes でのダウンロード数ランキング2位を記録した。アダルトスイムは新番組の情報や映像、ゲームを含んだウェブサイトを運営している。ウィリアムズ・ストリート・スタジオのスタッフは視聴者からの質問に答えたり、アダルトスイムの番組についての意見に当てて送ったりするために、 掲示板にしばしばアクセスする。番組が放送されている。その時にファンが投稿していると思われる書き込みもある。アダルトスイムオンラインでプレイできるゲームは以下の通り。アダルトスイムは2005年から活発に世界中へと広がりつつある。ニュージーランド、オーストラリア、ラテンアメリカではアメリカ合衆国と同じくその国のカートゥーンネットワークで放送されている。 ソニーピクチャーズテレビジョンはターナーブロードキャスティングの代わりに取り扱っているであろう番組や配布物を所持し運営している。例えばソニーのアニマックスはアジアでの放送権を所持している。アダルトスイムは2006年頃に国内プロモーションもなされていました。結局その後、今に至るまで日本では放送を開始することはありませんでした。 アメリカではレーティングがしっかりとできており、放送ができています。一方日本では逆にそういうものがないために同じつぼ根の中に存在することは難しい。オーストラリアニュージーランドでは2005年から2007年12月31日までアダルトスイムはカートゥーンネットワークで放映されていた。またアダルトスイムで放送されたいくつかのシリーズ作品は マットマンエンターテイメントよりリージョンナンバー4で DVD がリリースされている。2007年に始まり、ブラボーというイギリスのテレビ局がアダルトスイムを夜中に放送している。他の国のアダルトスイムはタイムワーナー傘下にあるカートゥーンネットワークで放送されるに対し、ブラボーチャンネルはバージンメディアテレビジョン傘下にある。 イギリスのアダルトスイムで放送される番組は以下の通り、ウィリアムズ・ストリート・スタジオのものでない作品は、ストリッパラと、キッドのトリウスである。放送された、最初のアクションシリーズは、アフロサムライで、2007年5月7日に、イギリスのオリジナルアニメ、モダン、トスと並んで放送された。ADULTSWIM.CO.UK では、 以下の作品のすべての話を24時間いつでも見られる。テレビ放送をブラボー有形が行っているのに対し、ウェブサイトはタイムワーナーが所有している。現在、BT ビジョンでアダルトスイムのオンデマンド配信が行われており、スカイズモバイル TV でもアダルトスイムを視聴できる。ラテンアメリカの地域では、アダルトスイムは毎週金日曜日にスペイン語、 またはポルトガル語で放送されている。日本のアニメはラインナップ外であり、月曜日から木曜日に東南枠で放送されている。フューチュラマ、ファミリー外、アメリカンダットといった20世紀、ホックスの作品はアダルトスイムで放送されることはなく、ホックスラテンアメリカや FX ラテンアメリカの似たような番組枠ノーモレスタ、邪魔しないでの意味で平日に コックスラテンアメリカ、金曜日に FX ラテンアメリカで放送されている。チリでは国内最大のケーブルテレビ局 VTR が子供向けアニメの録画とアダルトスイムを置き換えるためにアダルトスイムを検閲することにしたが視聴者は追加料金を払えば VTR のプレミアムチャンネルでアダルトスイムを見ることができた。2007年4月からは検閲なしで見ることができるようになった。 以下の作品が毎週金日曜日の午前1時から見ることができる。2007年午後11時から始まる国では最初の2時間が放送されなくなり、午前3時マイナス5時に放送されていたアンコール放送もなくなった。カナダのテレトゥーンの英語放送には毎晩やアダルトスイムと似た番組を流すティーンを呼び、大人向け番組枠、テレトゥーンアットナイトがある。 カキを含むアダルトスイムの番組はこの枠で放送される。2007年7月から同様の番組枠、ザ・ディ・トゥ・アー、ザ・ディ・トで放送されていた14のアダルトスイムの番組のうち7つの放送が取りやめになり、カナダで制作された大人向けのアニメに差し替えられた。テレトゥーンのフランス語放送もテレトゥーン・ラ・ニュイという大人向けの番組枠を設けており、 以下の作品が放送されている。ティムエリック・オーサムショーは、アダルトスイム制作番組で唯一カナダの、テレトゥーンではなく、CTV テレビ参加のザ・コメディネットワークで放送されている。同様に、YTV もバイオニックスという番組枠で、アダルトスイム制作番組を放送している。2009年6月より、ケーブルチャンネル G4 カナダが、 アダルトデジタルディストラクションという番組枠で多くのアダルトスイム制作番組を放送している。フィリピンはアジアで唯一アダルトスイムが放送された国だった。最近になって放送が取りやめられたが理由は不明である。アダルトスイムは毎日午後11時午前1時の間に DSTV ネットワークの Go チャンネルで見ることができる。放送番組は以下の通り アダルトスイムは TNT スペインで毎週金日曜日の午前1時から4時までの間に放送されている。放送番組は以下の通りアダルトスイムはプロシベンサット1メディアエー g 参加のドイツの有料チャンネルサット1コメディで毎週水曜日の午後8時15分から9時45分まで放送されている。放送番組は以下の通りアダルトスイムは 最近再び始まった 2X2 チャンネルで放送されている。J という英語版に近いロゴに直されている。放送地域はモスクワ、モスクワオブライスとサンクトペテルブルクである。放送作品は以下の通り。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。